ここにハーフダラーとチャイニーズコインが1枚ずつございます。そしてカードを1枚使います。手には何も持っていないです。2枚のコインを手で覆います。1枚のコインを出します。ハーフダラーです。手の下にはチャイニーズコイン、手の上にはハーフダラーがございます。よく見てください。カードで叩きますと一瞬にして手の上がチャイニーズコイン、そして手の下はハーフダラーになります。最後コインは渡して調べさせることができます。